ちなみに今日この、あのお話しした INTJ、はい、こちらあなたにぴったりの相手が分かる16の性格なんですけども、INTJ さんの相性としましては、まず INTJ さんはアイデアマンと書かれていて、アイデアを発想する人、能力プラス自主性イコール完璧主義者とあります、うん、INTJ の性格は独創的で創意工夫に富み、物事を見るとそれがさまつな価値であろうと、組織全体のシステムであろうと、どうすれば改善できるだろうと考えると、自分を向上させるのが好きで、知識を増やし能力を伸ばしたいと常に探求を続けている。創造性想像力が共に豊かで、知的好奇心が旺盛、複雑なことを即座に分析し問題を戦略的に解決しますと。批判的思考が得意で、自分に高い基準を設定しそれを上回る結果を出しますと。自分のアイデアに没頭するあまり周囲に気づかないことがあり、ぼんやりして家具にぶつかったり色の違う靴下を履いたりすることもあると。大きなプロジェクトを実現させるために必要な資源や費用に無頓着なところもあるので要注意と。知的で論理的な思考は得意ですが、人の感情に対処するのは苦手。人にもっと感謝し人間関係を大切するよう心がけましょうと。また完璧主義者なので、実行不可能な目標を自分にも家族にも設定しがちと。時に相手を見下したような態度を取り、人を褒めるのが増えてで評価を出し惜しみしますと。集中力があり、一人で仕事に没頭したいので人に胸襟を開きませんと。はい、なるほど。なんかこれちょっと読みながらね、やっぱり人があの言葉をどう受け取るかみたいなことは、そういうのにあまり無頓着なんでしょうね。まあ、でしょうね。枠が見えてんでしょみたいなのを言われたときに、あ、この人は傷つくかもしれない、あ、でも俺もやるな思ったことすぐ言うのはやるな。はあ、まあ、どう受け止めるか。お互い様でしたね、すいません。まあ、でも傷つかない人もいますからね。こういうタイプですよね。はい、はい、指さしてすいません、はいはい、パートナーとしての INTJ、うん、INTJ 型は注文が多いパートナーです。はい、感情を表現しないので何を考えているのか分かりません。感情の起伏が激しい人から混乱した話を聞かされられるのは苦手、責任を果たすのは当然だと思っているので、人の尽力にも、謝意を示しません、だって当然だもん、一生懸命やるのは当然です、仕事ってそういうことでしょ、以上です感謝するのも当然のことなんじゃないですか、人としてはね。人としてでも仕事ってそれ当然ですから。人とあなた人ですよね。あ、でも仕事としてはそれが当然ですから。でも人ですよねで、こうやって僕ね、この、はい、ラリーがね、はい、こういうラリー苦手なんですよ。もうイライラしてきてよっしゃ行こうか、お前相撲取ろうかって、はい、なるんですけど、INTJ 型とはじっくりと時間をかけ親密な関係を築く必要があると、革新的な解決策を褒められたり自分のアイデアに耳を傾けてもらったりすると嬉しいと、静かな場所で物事を落ち着いて深く考えていられれば満足ですと、なんか自己完結できて、自分で理路整然と整理できて、それを自分で淡々とすれば OK です。それをでも周りにも褒められたいって言ってますよ。でもこの人褒めてくれないんですよ。褒めてくれないですけど、褒められると気持ちがいいんですよ。じゃあ僕も褒めてる、はい、はい、ですよっていうことですよね、うん、でこんな INTJ さんが人間関係で重視していることは、忠義貞節、助け合い協力、互いに責任を果たす、知的刺激、話を聞いてもらう、価値観が同じ、なるほど。で軽視していることは、宗教的信条が同じ、安全安心、経済的な安定、子育ての方針が同じ、一緒に時間を過ごし、あ、これいらないんだ、
一緒に時間を過ごすスピリチュアルな絆。なるほど。でこんな INTJ さんへの注意としては、もっと人の感情を思いやり相手の努力に謝意を示そう。謝意っていうのは謝る意識、感謝の、感謝の意識ですね、はい。自分の気持ちを素直に話したり相手の話にじっくりと耳を傾けたりしよう。まあこの自分の気持ちっていうのがあまり出したくないのか、なので多分で特にこの感情相手に、はい、わーって言う。でも感情相手にわーって言われるのはみんな嫌じゃないですか。うっとしいですよね。ですよね。まあ、なんでもそうですけど、はい、あの T の人にはい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 、バーって言われるのも嫌じゃないですか。嫌です。はい。てか僕も F の人にわーって言われるの僕も嫌です。はい。わーって分かったってなりますよね。わーって言われるのはどっちも嫌なんですよ。分かった分かった。もう好きにやってくれってなりますよね。はい。はい。INTJ はポーカーフェイスだけど心の中ではめちゃくちゃ褒めてることってあると思うと。言ってよってことですよ。まあ意味ないですもんね。え、意味ないっていうの？言わなければ。そう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 、はい、言って。自分の気持ちがあまりない、もう嘘だってそんなのって分かんないですけどね、はい。渦巻く感情が強すぎて1ミリでも感情を出すと自分が崩壊するんじゃないのかと怖くなるので、喧嘩中でも常に半笑いでそうだねって言ってます。そこがムカつかれるみたいです。限界が来ると立ち去ってしまうと。世の中にはバックレたと言われちゃいますが、うん、あ、わかった、はい、一緒だ。何が一緒だっていうと、うん、あの理論的に話せって言われて、はい、理論的に話そうとしてると、うん、目に涙が溜まってくるんですね。喧嘩とかで、はいはい、同じ感じですかね。わかんないですけどね。なんで僕もなんかそういうなんか理論っぽい人と喧嘩になるときは、うん、もうそうだねって、うん、はい、まあ、喧嘩はしない方がいいですもんね。立ち去るようにしてます、うん、はい。好きって言われると好きになることってあるんですねって、あるに決まっとるやないかそんなの。はい、はい、いや本当皆さん言ってね、本当にね。なんで僕は毎回否定するんでしょうか。ヤンバルさんを否定したのかな、 T の人。 T の、あ、これはもう劣等意識です。劣等感ですよ、はい、劣等感、劣等感のみです、うん、はい。でバカにされたと思うんですよ。で、はい、F って言われると、 F って言われただけで、うん、あ、お前俺が T ないのをバカにしたなっていうスイッチが、はい、はい、入るようにできてます、はいはい、できてます。できてます。でも褒め方の表現って難しい。難しいですよね。そうなんですよね、うん、皮肉ってなりますよね。嫌味って、はい、